新入生諸君大学生活イコールバイトは危険だ。えー、いよいよですね、大学に新入生が入るシーズンですが、この時期は同時に就活シーズンでもあります。毎年この時期になると、えー、X、ツイッター上では、就活に悩む大学生たちのですね、悲痛なツイートが、えー、いっぱい流れてくるわけですよ。で、その中の一つがちょっと印象に残りましたんで、この方なんですけど、 大学1、2年時の間に特に趣味も見つけず、サークル活動にも打ち込まず、交流も広げず、学校の授業以外の勉強もせず、ただバイトだけしているような生活を送っていると、私みたいな就活で何にもアピールすることない人脈ゼロ空っぽ人間が爆誕するから、本当気をつけた方がいいよ。まあ、こんな風に悩んでいる大学生も、どこかには就職できるんで、全然心配いらないんですが、まあ、その、なんとなく大学生活を3年間送っちゃってですね、 いざ就職活動というときに、こういう人生の迷路にはまり込む大学生は毎年大量にいます。なので、えー、この動画を見ている若い方の、ね、1人でも多くの方がこの迷路にはまらないことを祈っております。大学生の特権、何もしないというのは大変危険なんですね。とはいえ、手に職をつけるような大学に行っている人はあんまり関係がありません。看護、保育、栄養、建築、情報といった手に職系、 医療系、理、法、脳などの学生はあんまり関係がない。問題はやっぱり人文、社会科学系の学生ですね。まあ、文学部、経済、経営、法、国際、社会といった学生でもちろん何かを掴んだ人もいますけど何もしなくてもなんとなく大学生活が終わっちゃうっていう人も多いんですよ。で、こういう人たちに対して容赦なくやってくるのが就活でございます。そうすると先ほどのツイートの方のように自分には何もないっていうふうになっちゃうわけですね。 特に危険なのはバイトで時間が埋まってしまうことです。昨今、経済的に厳しい学生も多いため、授業以外はぎっしりバイトを埋めてしまう大学生、多いんです。コロナも終わりましたし、今やご存知の通り、大学生のサークル活動や学園祭といった授業外の課外活動はものすごく低調です。サークル入らないでバイトばっかりやってると。高校時代、 学校と塾と家をぐるぐる回ってたのが、大学時代、大学とバイト先と家、下宿してる人はアパートをぐるぐる回っているだけ。バイトはやろうと思えば、プライベートの時間全部バイトでいきますからね。で、まあ大学生、特に文系の方、余白の時間にあんまり勉強してるわけでもない。で、この大学、バイト先、家をぐるぐる回っていると、残念ながら、自分は何者かということを考える時間がないんですよ。でも、 大切なのは授業外の活動こそが自分を作るんですねまあその授業に出ないで芸能人になっちゃったみたいな人は例外としても授業に出て単位を取るのは今の時代レジャーランドだった親の時代の大学と違って重要なんですけど授業外で自分の興味や関心の幅を広げておかないといざ大学3年生で就活になった時に何の仕事に就いたらいいかがわからないこれが看護保育栄養 コンピューターとかの学生じゃない、多くの文系の学生、職業に直結しない学部の学生の非常に危険な点なんですね。今時の学生はレジャーランドだと親の時代と違って勉強してるとは言います。昔に比べたらね。で、別に文学部でも経営学部でもしっかり勉強してるのは私も分かってるんで、大変結構なことなんですが、これら人文、社会科学系の学問の多くは、 入りりたたいいい会社とかかやりたい仕事が見つかるわけじゃないんですねあるいはこういう会社入りたいみたいなものが見つかっても学んでいる経済学や歴史学がどう関係があるのか入りたい会社でどう役に立ち貢献できるのかっていうのを漠然とでも考えておかないといけないかなって思うんですね。そうしないと学んでいる文学や経済学とこうなりたい仕事や入りたい会社っていうのが全然連動してなくて迷路にはまっちゃう人がいっぱい現れるわけですね。 学問としての価値は分かるんだけど、あなたは何らかの形で会社員になるわけですから、その会社が求めてるスキルって何どういう人が入社できるんだろうっていうのは、どっかで考えないと、ちゃんと勉強やったからいいよねじゃない、結局ですね、僕は大学側も甘かったんだと思う。ずっとなんとなく文系の学部にいて、企業で事務職や総合職につけちゃう、営業はやりたくない。 みたいなです、ね、空気あるじゃないですか。で、その学問としての職専門性っていうのが特に重視されなくて、なんでもいいから企業に入社できる。まあ、そんな風になったら偏差基順になるに決まってますわね。で、この文系から企業の総合職みたいなルートがずっと、まあ、結局今も続いてるわけですね。そのメンバーシップ型雇用なわけですよ。そうすると、この流れに乗れた人はいいけれど、乗れない人もいっぱいいるわけですね。さっきの じゃあ何の会社で何の業界で仕事したいのみたいなところで迷路にはまっちゃう。そして、いくら人手不足とはいえ、一流企業にみんな入れるわけじゃありませんから、望ましい就職ができないっていう人も多いと思います。で、これをですね、大体みんな自分の大学の偏差値のせいにするんですね。有名大学の人以外は。そうじゃないと。あなたが何者かである。自分はこういう人であるっていうものを、大学3年生までに作り上げていなかったことに問題があるわけです。 残念なんですが、学力とか大学が有名かどうかじゃなくて、僕は意欲の格差、行動力の格差をすごく感じるんですね。いわゆる有名な大学の学生の方が高いのは事実なんですけど、個人差はあります。別に大学が有名じゃなくたって、意欲や行動力のある優秀な人間はいるわけですね。なので、冒頭の気の毒な、えー、ツイートだかポストをした、おそらく女子学生の話を見て、 あの反面教師、ぶっちゃけ反面教師にしてほしくて、これから大学に入る人、まだ1、2年生の人は、何かこう自分の趣味を見つけたり、サークル活動に打ち込んだり、まあ、交流の輪を広げたり、学校の授業以外の勉強、興味のあること何でもやってみたり、バイトだけの生活にならないこと。 そしてやっぱりどこかで就活でアピールできることっていうのは考えてほしいんですね。就職のことだけを考えて、大学1年生楽しい時代を過ごせとは言いません。だけど、自分がこの大学、この学部、学科で学んだことが、こう就職活動でこういう仕事につきたい。自分にはこんな力があるっていう PR をするときに、じゃあ他人と違う何が必要なんだろう。それが私、ぼ僕の武器って何だろう。で、えー、人脈ゼロにならない。 人脈ってのは意図的に作るものというよりは自分が興味関心があるものについて行動しているうちにその分野について詳しくなってきてお互いに役に立つそんな人間関係を作るそういうことが重要かなと思うんですねで文系大学って別に一人で授業を聞いてレポートを書いて卒業できちゃう場合もあるんですけどこういう人はやっぱり就職苦労すると思うんですよなので何かやっぱり意欲を持って行動しようというのは申し上げたいさて えー、新入生の皆さんであれば、ちょっと前まで受験生だったわけですから、お手元の第一志望大学というか入学した大学の大学案内をもう一回読んで、受験生の頃にワクワクした気持ちを思い出してほしいんですね。いろいろ載ってるわけですよ。海外留学しよう。企業でインターンシップしよう。語学力をつける。なんか資格を取る。ボランティア活動。スポーツや部活を頑張る。企業の人と交流する。あるいは学問、研究を熱心にやる。授業ではグループワークでリーダーシップを発揮する。 歴史的な名著をを読む何らかのデジタルルスキルをつけるどっか旅行行く他の大学生と交流する他学部の授業を履修して自分とは違う属性の友人を作る何でもいいので大学12年生の頃にやっぱりこういう積極性は欲しい全部やれとは言いませんでも何かこういう興味関心を持って行動することで自分というものが作られていって 何者かが見えてくるわけですねでそうすると、行きたいこう会社とか業種、職種っていうのもなんとなく見えてきてで、そこが求めるスキルっていうのも自然に身についていくんじゃないのかなという気がするんですよ。なお、お前はどうだったんだって言われると、はい、私は失敗作です。なぜ私、大学4年行ってですね、えー、就職したくない、働きたくない、日本中の大学を見学してると面白い、このメンタルのまんま就活に突入して全然就職がうまくいかず、なんというか、 教養人みたいになっ,ちゃなっちゃいまして、僕は失敗作なんで参考になりません。で、まあ、なんとか入れた会社も嫌になってすぐ辞めてしまい、えー、他の会社に転職したりみたいな感じで、ただ一貫して大学見学とアウトプットはやってました。で、僕は参考にならない。失敗してるんで。なので、えー、皆さんには、どんな職種や業種なら、どんな会社なら自分が気持ちよく働けるのか、自分はどうなりたいのか、 大学1、2年生のキャンパスライフが楽しい時期にこそ常に真剣に考えておきたいというメッセージは送ります。意欲的に行動していれば良い出会いって外からやってくるんですね。それは家と学校とバイト先をぐるぐる回ってる輪から出ないとダメなんです。という感じで大体この時期になるとそういう何かを見つけることができなかった大学3年生たちの就職活動の悲痛の叫びが上がってくるんですけど僕はこういう人を防ぎたいわけですよ。 なので、やっぱり大学生になったばかりのうちから、何か考えて報道しておく、積み上げておく、そうすることで、何にもしないまま就活になっちゃったと、もちろんそれで1年間就活やってるうちに、どこか自分の満足する会社にたどり着く、そういう人多いと思うんですよ。この、この時期の就活悩んでるみたいなそのツイートっていうか、X のポストみたいなのも、どんどん消えていって、いつの間にか誰もいなくなりますからね、どっか就職はできてるわけです。 そして4月1日から新入社員になっとるわけですが、結局ですね、やっぱり今度は、なんか私この仕事でいいのかしらみたいな、そういう不本意な状態続くんじゃないかと思って、もちろん考えて行動したって転職したり会社辞めたり、嫌なことあったりするとは思うんですけど、やっぱり特に人文社会系、社会科学系の、特に何かそのゼミやこう研究室とか、卒論とかを頑張ってない人。 でまあ、部活もやってないし、サークルもやってないし、何かに熱中するみたいなこともなく、特に趣味もないみたいな人が、何万人も就職の迷子になってて、でそれをですね、その就活に、僕はあんまり就活の話しないんですけど、就活でアドバイスする人たちから見たら、こういう人、超おいしいですよね。なんで、まあ、別にそれで構わないんですけど、なんかこういう就職迷路みたいなところにはまらないでほしいなと、私は思っています。なので、考えましょう、行動しましょうということですね。